皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日は、ライザーのアドリアスに、終わりの錬金術師の秘密の鍵をやっていきましょう。どこ行くんだ？ノーマルクエスト、いや、まだあるー。いや、どんだけあんねん。いや、ノーマルクエスト多すぎ。笑うしかね、こんな。どこらへん？なあ、この上だな。虫歯みの女王ってどんくらい強かったんだ？そこら辺にいるフィルフ様は何十体も束になったような強さだな。そんなに。俺も戦ってみたかったな。ここか。こいつか。いや、いすぎ。ありすぎのマルクエスト。やば。ふう。いや、大丈夫ですか？随分疲れているみたいだけど。ああ、この異界の森はヒルスが多いからな。追い払うのが大変なんだ。でもここまで上がってくるんですか？そうではないが、放っておけばヒルスが集まり、降りれなくなりかねんからな。定期的に追い払うようにしているのだが、この森にいる以上、常にヒルスに囲まれているに等しい。四面楚歌感。否めんのかな、うん、気が休まる暇もないので、少々気疲れしてしまっただけだ。そっか、こういう時ってどうしたら気が休まるんだろう。癒しを求めさせたらいいんじゃね。うん、そうだな。根本的原因でもあるヒルフサとの戦いが少しでも楽になるものがあればいいのだが。ほう。ふむふむ。それって武器、身を守るための防具とかの方がいいのかな？そうだな。丈夫な防具があれば、ここにいる者たちの気苦労もかなり減るだろう。わかりました。それじゃあ簡単には壊れない、すごい防具を差し入れちゃいますね。え、マジで？今度は何を作ると？レディアントプレート。レディアントプレートね。どこ行くんだ？レディアントプレートね。レディアントプレートを作るのには何が必要なのか。って、いや、思ったが、いや、上にの、ここにないっていうことは、これもしや、覚えてないんじゃね？お？戦利館のモノクル。あ、そういうやつなんや。会心率強化。やば。あ、やばってなって。ってなった。いや、それはいいんだが。え？ちょっと待って。レディアントプレートね。ちゃ。スキルツリー？ん？レディアントプレート。あります？ないね。見当たらんね。ないけどね。あれあんれってなって。不思議発見になってる俺の中で今。は？レディアントプレートとは？え？防具ね。ちょっと待って、防具のところに一枚来てないよ。なんだ不思議だな。ほんま。あ、なってるってことは、レディアントプレート。え？何作ろうかな？装備。うん、レディアントプレートとは、いや、やっぱな、もしやこれは派生系か、そんな気がしなくもない。派生するのであれば何らかの、わからんな、見当たらんから。ネットの情報見てたら、あ、これちょっと厳しいってやつやん。厳しく感じるやつやんって感じてしまったのが、現状の、なのよな。やば。これはやばいやろ。ちょっと待って、スーパーレアの鍵を使えば重要アイテムが必ず1種類入っているって。ちょっと無垢の鍵作らねばこれ。マジかよ。やば。どこに入れよう。いい、よし、行け。
ランダム出現の鍵宝箱からレシピを入手できる場合があるって載ってるんですよね。やばい、これは沼沼だ。うん、何作ろう。沼でしかねえ。スーパーレアの鍵の作り方、ここにいるとは思い出せない。うん、世の中には2つある。後から楽う方、さっさと忘れていいことと、忘れてはならないこと。胸に刻み込んでおくのは悪いことではない。やばいな、これはほんま。この下のところなんすよ。これやばい。ここ。これとこれがね、緩んですけどね、ここに、まで行けない。ここで止まんねん。いや、ここで止まんねんよ。ここで。だからさ、作れなくてさ、結局、そのレディアントプレートすらも、行けないっていうね。いや、ちょっと待てよ。一旦コンテナの中見た方がいいかもしれない。秘密の鍵ね。コモンやろ。コモンやろ。アンコモンとかやもんね。だよね。コモン以上出てないんだよね。やばい。これは、有意識自体である。うん。コモン以上、スーパーレアの鍵を作らないと、その、さっき言った、レアディアントプレイとか、その、レシピが取れないわけであって、それをするのに、アダマントと賢者の意志が必要なんですが、そのアダマントは取れるんよ。この上の方でね。上の方で。賢者の意志がなかなかに厳しい。賢者の意志がなかなかに厳しいんで、まあ、次回までの、それは課題かな。宿題かな。なんて思いますね。では、ストーリーの方を進めていきますか。ちょ、厳しいんで、もう、行きましょう。ストーリーを進めて。これは無理ってなった。やってて無理ってなった。じゃあ、クエストの方を、メインに、戻してと。よし、やっていきましょう。いやー、きついわ。きついわ、ほんま。ノーマルクエスト。まさか、そんな、サプライドロップやったっけ？鍵、アドベンチャーモードの鍵。アドベンチャーモードを搭載しているスーパーレアの鍵で開けた、その、宝箱の中に、その物が入ってるみたいで、これね、見せますとね、これね、今、アンコモンとかでしょ？コモンでしょ？あるでしょ？これのスーパーレアがあるみたいなんですけど、それが作れない。そこから問題。そこが問題、ほんま。やばい。なので、ストーリー進めていこう。そういう魂胆。ここは、まだちょっと寂しいね。ねえ、ピー。なんか懐かしいな。ツーを思い出すよな。いつかこの庭に竜の嵐を眺められるくらいたくさんの眺めの精たちが集まって、向こうの世界でもフィーが過ごせるような道具を私が調合できたら、また一緒に暮らさない？そうしよっかみたいな。まあ何もかも叶うかどうかわからない遥か先のことなんだろうけどね。遥か先、おばあちゃんになっちゃう可能性。首飾りが壊れかけてるね。頑張ってここまで来た勲章に見えなくもないけど。あ、ほんまや。
そうだ、ちょっと貸してくれる？これを使って綺麗で丈夫なのを調合してあげる。やった嬉しい的な。おっとなんだ。いやもう終わってんのかい。じゃ調合終わってんのかいってな。やっぱり元気そうだね。よかった。なんだ何が起こった。それに私たちのこと覚えててくれたんだね。もし忘れちゃってたらどうしようって思ってたよ。そんなわけなかろうライザよ。おいこら、お前また。ボスの上が落ち着くって。どうして俺の頭の上に乗りたがるんだ。いいな。ピーちゃんにはボス君の頭の上が一番心地いい場所なんだね。一番心地いい場所。聞こえてみれば、あまりボスさんと一緒にいるところを見たことはなかったですが、いつもそうだったような。フィッ。そういうことは覚えてなくていいんだ。またそんなこと言っちゃって。嬉しいくせに。うるさいやつだな。俺はライザたちと一緒にいなかったから、お前がどういう風に去ったのか詳しくは知らん。だから何も言えないまま知らないところでお前と別れることになったのに、お前のことはずっと覚えていてくれたんだ。当たり前やん的な。フィギュアからしたら当たり前やん的な。ここにいると思い出すな、いろいろと。おっと、なんだ？二つある。うん。さっさと忘れていいことと、忘れていいことと忘れてはいけないことね。胸に刻み込んでおくのは悪いことではない。そう。どうしたのフィー？ん？なんだか必死そうだけど。フィー？フィーが激しい。フィーがね、フィー語が激しい。んー、ちょっと待ってね。ん？今のフィーの言い方、その様子から考えて。この近くにフィルフさん、うん、違う。すごい強いフィルフさがいるんだね。フィーフィー。いや、マジで？またフィルフさ倒しに行けと。どんだけこの近くに王子多いね。わかった。私に任せて、すぐに追っ払ってあげるから。フィー。いや、どんだけいるの？フィーの訴え。またノーマルクエスト出てきたしよ。どこ行くんだ？ちょっと待てよ。ちょっと待てよーってなるよー。どこで、どこそのノーマルクエストは。てか、メインクエストはいずこ。メインクエストはいずこってなってますけどね。え、あれノーマルクエストこれどこ行くん。あ、これか、ここか。ノーマルクエスト。こういうノーマルクエストができる。ただねー、先ほども言った通り、そのレディアントプレートの方のノーマルクエストはまだできません。悲しみよほんま。まさかそんな限定的なレシピの入手方法があるなんて知らんくてさ、はってなったよなほんま。だけーよな。王将に限るよね。こ、あ、ここだ。この辺りだね。いるんかな。どれ、このひ、これ、これ、こいつか、こいつなのか。油断は禁物ですよ、皆さん。よろしくお願いします。クエストエンカウント、あ、こいつだ、こいつら。あ、マジで。雑魚やん。雑魚やん。フラグにしかならんのかな。よいしょ。まあ、大丈夫でしょう。これなら大丈夫でしょう。うん。パトリシアにしていく。スーパーレアの鍵欲しいな、ほんま。よいしょ。クラウディアにもしていく。オッケー。結構硬いぞ。オッケー、ナイス。
スタンしてる、スタンってる。ナイス、オランウータン。いや、オランウータンでもないか。フィルフサウータン的な。見た目的に、見た目からしてそういう感じかな、思ってみたが。どうなんでしょう、合ってんのかな。おっと、倒していく。あれ弱、えこれ、よし、これでもう死んだね。終わりマジで早くフィーに教えてあげよう。あ、マジで、あ、終わり、どこ行くんだ、ね、マジでみたいな。荷物持ちくらいな。これがわらわたちの暮らすウィンドルじゃ。びっくりした。気に入ってもらえたか。また王子でもいんのかなと、ちょっと身構えてたら、雑魚だった。フィーがそうめっちゃ強く訴えてかけてきてたから、まさかまだ王子かって思ってたのに、ま、雑魚すぎた。よし、話しかけて渡していこう。フィーに話しかけて、フィーフィー言うてね、言うんやろって。どうせ言うんやろ。フィー、悪いフィルフサをやっつけたからもう安心していいよ。フィーフィー、ほらね。あ、どういたしまして。フィ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 え、これでもしかしてお礼ってこと。フィフィ、おう、あらら、まさかフィーからお礼をもらえるなんて思ってもなかったや。嬉しい、ありがとう。また困ったことがあったらすぐに言ってね。フィーいいね。で、何もらった。フィー人形。フィー人形、人形人形ってなったよな。えってなったよな。で、どこ行くん。首飾りは調合する。あ、ピカピカの首飾り調合、調合するだけでいいんかい。どこに行こうかな。なら、アトリエ戻ります。おっと、これで、ピカピカの首飾りのレシピを覚えたとね。さて、首飾り作っていこうか。どれにしようかな。と思ったら何か足らぬ。何が足らぬ。ちょっと待って。ああ、なるほど、研磨剤な。いけ。何作ろうかな。これで、あとは、ピカピカの首飾りを作っていくオンリー。どこに入れよう。入れすぎ。入れすぎて草。ほんま、焦げ草生えるかも。お、ピカピカの首飾り。よし、これで大丈夫。もう簡単には壊れないはず。簡単には。おなしら、あのなだめのせいをずいぶん甘やかすんじゃの。ん？甘やかす？私たち、フィーが向こうの世界で今にも死にそうなほど弱っている様子を何度も見ているんです。当時、僕らが取り組んでた遺跡の探索に手よく利用してしまったって後悔もあるし。だから、いくらでも甘やかすつもりです。甘やかすつもりです。ですか。想像以上に深い絆で結ばれておるようじゃない。私の思いつきに付き合ってくれてありがとうね、みんな。フィーのためですから、お礼なんて。ライザだけじゃなく、私たちもフィーちゃんにできることをしてあげたいからね。そういうこと。あいつも仲間だろ。ほら、早く届けてあげよう。うん。うん。行きましょう。楽でいいわ、こういうのは。で、どっちだっけ、どっちだっけ、こっちか。あそこに立ってるやつは何をしてるんだ。で、なだめのせいのフィーに会いに行くと。こっちで合ってるっぽいね。乗ってるね、ちゃんとね。うん。いやー、楽でいいわ、こういうのは。あぶね。新しい首飾りを持ってきたよ。歩いちゃうね。
嬉しそう、フィー。おっと飛んでいる。はい、これでよし。うんうん、似合ってるよ。どうしたフィー。なんか切なそうな顔してるように見えたけど。あれ、しばらくお別れってこと見抜かれちゃったかな。マジか。いやー、こういうの不思議な力がなくても分かっちゃうんだね。フィーも私も。ねえフィー、この首飾りはね、錬金術の秘技とかそういうのは何にもない、ただの飾りなんだ。でもそういう力なんかなくても、これは私たちのつながりなの。大丈夫。ほら、私たちちゃんとつながってるよ。心が揺さぶられるやつ、これ。やべ。心揺さぶられて、心に一縷の涙が。瞬間、乾いた心。今はやらなきゃいけないこともある。そろそろ行かないと。竜の風頭まで向かおう。ジルの涙がね、心にちょっとくるも。